台湾地区を構成する島々とその行政区画台湾地区、あるいは自由地区は中華民国政府が1955年の大沈魂撤退以降も引き続き実効支配している地域を指す政治的な配慮を伴った法律用語。同義語として大法金場があり国際的に使用されている。対義語は中華人民共和国の支配地域を指す中国大陸、あるいは 大陸地区。中華民国の法律である台湾地区と大陸地区の人民関係条例第2条第1項では台湾地区を次のように定義している。この定義は中華民国教育部編さんの国語辞典である教育部重編国語辞典集定本にも掲載されている。法律辞典に書かれた政府の統治権が及ぶ場所のその他地区の具体的な範囲としては 中国大陸沿岸にあるカラス島と南海諸島の島々が該当する。なお、中華民国が領有権を主張している長魚大列書は行政区分上台湾省に分類されているものの、日本が実行支配し中華民国の統治権が及んでいないため、定義上台湾地区に該当しない。台湾地区の行政区画については台湾の行政区分を参照のこと。 交通武郵清掃局が1957年9月3日に発行した保衛金馬をテーマとした郵便切手、台湾地区全体が描かれている。1945年9月、中国大陸を統治する中華民国、南京国民政府は、第二次世界大戦に敗北した大日本帝国から台湾と方向軍島を接収し、自国の領域に編入した。しかし、 同時期に勃発した第二次国境内戦の結果、南京国民政府は中国大陸の支配地域を相次いで喪失し、1949年6月の首都南京陥落とと共に中国政府としての機能を果たせなくなった。首都を追われた南京国民政府は紹介席の指導の下で同年12月に中国大陸から台湾へと避難し、1950年1月に 台湾国民政府として再起動した。しかし、仙台後も中華民国は実行支配領域の喪失が止まらず、1955年の大鎮島撤退でようやく現在の台湾地区が実行統治範囲として定まった。台湾国民政府を組織する際、中華民国の実行支配地域が劇的に縮小したにもかかわらず、小介石は基本的に 中国大陸も支配していることを前提とした組織づくりを行った。これは国境内戦が公式には終結していない状況下で将来的に反政府組織、教費の占領地域を武力で奪還する方針を政府が維持し続けたためで政府機構のあり方と実行統治区域の乖離状態は一時的なものとして問題視されなかった。その後、 アメリカの反対や中華人民共和国の核兵器保有といった情勢の変化を受け、台湾国民政府は1972年に大陸反校の計画を撤廃した。しかし、1970年代以降も国民政府は政府組織の修正を行わなかったため、中華民国では政府組織を運営する上で様々な矛盾が蓄積していき、 小帝国時代の1980年代には民主化と共に理想と現実の矛盾解消を求める声が大きくなっていった。1988年に総統職に就任した李登輝は中華民国憲法を修正して政府組織を現状の実行統治範囲に適したものへ是正することにした。その際、台湾国民政府の実行統治範囲を指す。 法律上の適切な故障が今までなかったため、公式的な中華民国全土とは別に、中華民国政府の実行統治区域のみを指す概念として自由地区が生み出され、1991年の第一次憲法修正時に初めて法律上の用語として使用された。さらに、1992年には自由地区と同じ意味を持つ台湾地区が、 台湾地区と大陸地区の人民関係条例内にて使用された。なお、単に台湾としなかったのは中華人民共和国側から一つの中国原則の放棄と受け取られる恐れがあること。また、台湾国民政府側もかつて中国国民党が主張した法理独立につながりかねないため政治職をなくす意図があったからである。現在、 法律や公文書等で使用される言葉には4種類がある。台湾地区の概念に対する認識は政治的、思想的な立場の違いによって差異がある。ありがとうございます。